確実に。あ、って私に言ったら。他に知り合いが実際に出てた時になんでサークルじゃねえのって言われて、あ、そうね。私その前にこういうサークルやってたんですよ。子供サークルとかパソコンサークルとかで常に市で認可とかも取ってたから、そういえば金物は取ってなかったよなって。ただ着物は同じ市内にいないから取れない。まあ、だけどさ、今日はさ、なんか良かったね、みんなで。だってさ、3人に共通している言えることは、全員がよっかーじゃん。俺たちは酔っ払いだから、もう境目がないな。俺たち。俺たちは酔っぱだからバッテンでも、つつさしでもかまんな。何言ってるかよくわかんないよ。こうでもこうでも止まんないんだよ。酔っぱになっちゃった。パパよパパカッパキザグラよパパ飲んじゃった。あ、今飲んでないからまだ。いける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 テロップキザグラキザグラ創業だお酒古いのれんのもだなあねパパパパキザグラピッピッピッ。いや、もうちょっと面白いことやないか。レコーディングボタンは押されないでっしょ。こんな家のカッパ来たのに勝てねえだろう。ああ、どこ行くんだ。じゃあえこれ縦にしてもいいんかい。いや、縦にしちゃダメ。ダメでしょ、ほら。ああ、ズームで下げるよ。ヒデさん、こんなちょっといい、もう殴っていいよ。男の太ももなんか見たかねえんだよ、とか。だよね、本当に。俺なんて見たかねえんだよ。一番みんながさ、品種買ってる時にさ、男のはあんまり、あって、自粛しろよ、自粛。いちこちゃんだったら、いちこちゃんでやんの、いちこちゃんで。そしたら、いろんな人が、いちこちゃんは、結構気に入るかもしんないよ。いちこちゃんの腕とか、あ、顔は映っちゃダメだよね。いちこちゃんの足とか、いちこちゃんの足太ももとか、いちこちゃんのすいません胸とか。何丼でしたっけ。いくら何でしたっけ。ここでこうやって上がってる。何食べんの。いくら何とか丼。ほら、思い出どうしてもね、気がするよ。だからスペードがあったらこっそり売ります。こっそり売ります。いっちゃん、チャリチャリ